かりん、今回私たち出番ないって。あ、またですか。いいですいいです。私ゴロゴロしてくるんで。待ってよ、ゆかりん。どうもはじめまして、ことのはあかねです。ことのはあおいです。今回はウプ主に頼まれて、3月31日に配信されたエボルブのパッチ内容の解説するで。なんでうちらがこんなことせなあかんねん。まあまあお姉ちゃん、ウプ主さんもやってくれたら動画で出番くれるって言ってたから頑張ろうよ。しゃあないな、ほなさっさと終わらそか。じゃあまずモンスターのパッチ内容から。最初はゆかりさんが前回使っていたクラーケンについて。見た感じ攻撃が弱くなってハンターから受ける効果が強くなった感じやな。旋風については実感が少ないかもしれませんが、飛行妨害ができたのは痛いところですね。次は今回一番調整されているレイスについて。見るからに弱体化されてるやんか。攻撃力は下げられてませんが、効果力の亜空間の時間半減、おとり使用中、避難時の可視化はきついですね。今回ゴライアスについては何も調整されてません。ゴリラ変更なしか。これからモンスターはゴリラか DLC のベヒモスが増えそうやな。次にハンターの調整について。まずはマルコフ。地雷だけ弱くなったみたいやね。続いてハイド。ハイド結構強くなってるやん。毒グレ投げながら遠距離ミニガンでも結構ダメージ与えられそうですね。次にパーネル。あんまりパッとせんな。次はトラッパー。少ないのでまとめますね。阿部さん調整なしか。次にサポート。うち乾燥なくなってきたで。次にメディック。もう終わる。あとちょっとだよ。あとモンスター全体に。それモンスターの初めに言うべきやったな。あとはキャラクター関連。感染モードとかは面白そうやな。パッチ内容は以上になります。細かいところは一時停止をして確認ください。それも初めに言うべきやったな。じゃあ次回のエボルブはうちらやな。お姉ちゃんどうして。気づいてない人いると思うけど、ウプ主毎回伏線的なもの入れてるからな。あれのことね。でもあれは次回の動画だから、今回がその次回に当たると思うから、パート6は私たちじゃないよ。ええ。